皆さんこんにちは。一般社団法人美関節研究所代表田村美穂です。今回は骨盤、背骨、肋骨、そして体ってつながってるっていう話をしていると思いますが、つながり、それからそこを通して私が大切にしていること、そんなところをまとめてお話しさせていただきたいと思います。骨自体が変形することも、稀にはあると思いますが、基本的には関節でしか良くも悪くもならないっていうことです。そして前から見ると、恥骨と恥骨の間に結合組織がありまして、その結合組織を右と左の骨で挟む感じ。前からは恥骨、後ろからは仙腸関節っていうところを締めていただきながら、少し前側が下がって、後ろから上がってくるコロッとしたところ。この部分ですね。あります？で、ちょっと前後左右にとか動いてもらうと。どうです？動きます？はい。はい。ちょっと左右にも揺れてみましょうか。はい。そのぐーっと後ろに行ってみてください。そこまでが大抵背骨だと言われているところになるので、そうですね。触っていただいているちょうどここの部分。動物を解体したことがある人は、やっぱり下の浮遊肋骨以外はすごく強くついてて骨が離れないよなんていうのも聞いたことがありますよ。で、ここの位置から腕が動くと思って一度上げてみてください。はいはいはい。降りる時もそこですよ。もう一度どうぞ。はい。ありがとうございます。こちらに、ここになりますので、この位置に乗るという感じです。なんとなくご自身でわかりますか？はい。足首を動かそうとしていくと、どうでしょう？足首だけではなく、膝、股関節と動いてしまっていますよね。一箇所だけ動くわけではないわけです。小指の方を意識して。はい。テンション大事に戻ります。そう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 、呼吸しながら、奥歯を優しく、なるべく少ない力であと2回いきます。大事なのは、テンションで関節の隙間です。全身のスペースを空けてあげて、気持ちも心地よく。どうですか？疲れましたけれども、今。でも、心地いい感じがします。終わった後は。やっぱり、隙間ができて、テンションがあると、気持ちのテンションも保たれるって言われています。なので、